セルゲイブブカは、ウクライナの元陸上競技選手。男子棒高跳びの元世界記録保持者で、長期間記録が破られていなかったことから、超人と呼ばれた。屋外記録は、2020年9月に破られるまで、世界記録だった。10歳で棒高跳びをはじめ、ソビエト連邦の支援の元幾度となく世界記録を塗り替えた。現役選手時代に、 世界記録を35回も更新している。1985年7月13日に世界で初めて6メートルを突破した後も記録を更新し続け、1994年に記録した屋外6メートル14センチメートルはスウェーデンのアルマンド・デュプランティスが2020年9月17日に6メートル15センチメートルを記録するまで世界記録だった。 室内の世界記録であり、屋内外合わせた、世界最高記録だった6メートル15センチメートルは、フランスのルノー・ラビレニが2014年2月15日に6メートル16センチメートルをクリアしたことによって破られた。日本国内屋外外国人選手、最高記録保持者であり、スポーツイラストレーテッドによると1984年時点で、ブブカは100メートル10秒3。 総幅飛び25.7フィートの自己記録を持っていたとされる。ブブカは世界陸上でも第1回ヘルシンキ大会から第6回アテネ大会まで6連覇という偉業を果たした。しかし、ブブカとオリンピックとの相性は悪かった。ブブカは2000年のシドニーオリンピックを最後に競技生活を引退、引退後は故郷ウクライナに。 ブブカスポーツクラブを設立した他孤児施設に通うなど貧困化で事前活動を行っている。2000年9月、ブブカは IOC の理事に選出され、2012年の再選を受けて4期目を務めている。2005年よりウクライナオリンピック委員会会長も務めている。2007年8月より IAF の副会長を務め、2011年に再選を受け、現在は2期目。 ブブカの次男のセルゲイブブカジュニアはテニスプレイヤーで2009年の島津全日本室内テニス選手権大会に優勝している。ありがとうございます。